次のこのベルトの挑戦者、俺が指名させてもらう。デスペラーダー。 OK だ。第93代 IWGP ジュニアヘビー級王者、高橋ヒロム。いろんな意味でのライバルだと思ってます。お互い意地の張り合い、我慢比べ、プライドむき出し。俺の方が強かった。今日は俺の勝ちだ。またやろうぜ。メインイベント以外の試合でやるのはこれで最後にしたいなと。いつの日か東京ドームでこの同じカードでメインイベントで試合したいなと思いますね。興味ないですね。試合前も試合場所も高橋ヒロムとやるんであれば、新木場でもフェイスでも秋葉原のどっかの駐車場とか。挑戦者、エル・デスペラード。正直2人ともこの1年間でたくさん外に出てきて、いろんなものを吸収して帰ってきてる。特にヒロムなんか今回平田さんとやったやつで、やっぱりこいつそっちの方向の爆発力ってすげえなって思ったんですよ。吉彦選手が出てきた時に覚悟を決めましたよね。やってみたいですよね。ヒロムがジュニアの祭典をやるって言い出して、単純に腹立ちましたよね。邪魔すんなよ。ジュニア夢の祭典をきっかけに各団体でヒロム旋風が巻き起こる中、デスペラードはデスマッチのリングにいた。すごいですよね。俺はできないですよ。プロレスっていうものを全部味わいたいんですよね。すごい、そして悔しい。さあリングで聞かせてくれ、お前の見てきたジュニアを、そしてプロレスを。お前てんのはすげー楽しいんだよ。俺もだよ。そう、デスペラード、楽しもうよ。楽しませてやるよ。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者エル・デスペラード VS 王者高橋ヒロム。